彼らは書くことがなく、
操縦術の向上に励み、取り締まらし現地飛行のライブ努力しております。最後はリーダーズベネフィットと呼ばれた体験です。この体験は1番機を先頭にして残りの5機が1番機に従い横を1列に並んだ体験です。進入してまいりました。会場大型ビジョンの反対側方向をご覧ください。横1列の体型を維持するためにはパイロットは真横を向いて航空機をコントロールしなければならないため、より高度なテクニックが必要となります。ご視聴ありがとうございました。また本日は18時頃からメインスタンド裏のコンコース特設テントにブルーインパルスのファンサービスを予定しておりますので、興味のある方はぜひともお立ち寄りください。